カレー。どうも、なにわ男子です。よろしくお願いします。イエーのテンションは合わんのよ。ここにすごいよな、ここに合わんのよ。今回はですね、浅草にお店を構えてから約40年間多くの食通の方に愛されている洋食店レストラン大宮さんをお借りしております。イエーイ、イエーとか言ってた人、このおしゃれな店は、はーい、イエーイ、イエーイ、イエーイ、やめとけよ、ほんま。そしてですね、今回行う企画は東京浅草の老舗洋食店で少数派しか食べられません。イエーイ。少数派、普通にみんな食べるっていうやつじゃないの？違いますよ。え、え、違う。それはもうだって YouTube の企画ですから。ルールを簡単に説明したいと思います、はい、2品の料理が出てまいります。そのどっちを食べたいか一斉に選びまして、少数派だった人のみが食べられることができます。これってさ、食べたい方を選ぶんじゃなくて、うん、こっちの方が人気じゃないんかなみたいな感じでもいかなあかんし、 それをみんなが狙いすぎたらそっちに偏っちゃうし、はい、むずいなこれ。だから3以下になればいいわけか。少数派です。俺らに平和な道はないんやで。茨な道やな。全部茨。茨バキ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 。おい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 、道枝さんずっと腕組んで微動だにしてる。いいと思う。お待たせいたしました。うわー、うわー、うわー、これは食べたい。奥の方がデミグラスハンバーグと、手前がジャポネーソースでございます。ジャポネーソース。ジャポネーソースというのは何なんでしょうか？玉ねぎのソースです。玉ねぎのソース、うわー、絶対うまいやんか。さあ、え、両方いい。このお二つ、まずは第一印象から決めましょうか。第一印象、あ、こっちがいいなと思った方に指差ししてみましょう。せーの、はい、こっち。え、うわっ、4-3やん。うわうわ、待って、これ第一印象で決めたの言っちゃったら余計難しくなってくるかも、うん、トークタイムスタート。いや、まあ、どっちもうまいのよ、まあ、ハンバーグなのよね。デミグラスソースって結構どの洋食店にもあるというか、あるあるある。でもジャポネソースって聞いたことない。ないない、はい、ない。食べた方がいいんちゃう？確かに。デミグラスソースってさ、うん、どこにもあるって言ったよ。でもどこにでもあるけど違うのよ。まず味が、デミグラスって。もうデミグラスはもうね、こうやって食べたことあるんですか？ここのはないけど、あのデミグラスって研究して、うん、ここの店の美味しいデミグラスソースを作ってるから。それはそうなんですか。さすがです。でしょうね、デミグラスってほんまに奥深いんですよね。じらじらる。絶対お伝えしたいよ。そう、お伝えしないといけないから。これはもうだって少数派にならなあかんわけよ。なんかこうデミグラスソースって、あの見てくださってる方は大体想像つくじゃないですか、味、うん、でもそっちはないので、それをしっかり食レポしてほしいなって。そうね、もう気持ちもありますね。絶対デミグラス食べたいな。もうデミグラス民、絶対デミグラス民。いや、これだからほんまに自分の意思を通すか、それともちょっと曲げるか、自分を変えて食べるか、少数派に選ばれるか。いや、まず帰ってもどっちもうまいからじゃないですか。そう、もうどっちでもいい。ということで、終了。待って、せーの、ちょっと待って、はい、まず初代デミの人手を挙げて。初代デミ、はい、そっから入ってきた、はい、おいおいおい、うわ、マジかこれ。よっしゃー。え、正味、このデミ隊でさ、デミ隊って呼ぶのよ。デミ隊デミ隊で、デミ隊、ダイゴとミッチーは初代デミなわけ。いや、もう俺もハンバーグと言ったらデミグラス。そう、まあね、だから、まあまあまあ、俺はジャポネソースが食べたかったのよ、うん、でもジャポネソースみんな集まっちゃうかなと思って。そうそう、いや、僕も最初ジャポネソースやったんですけど、今の話し合いの流れやったら、なんか、あ、デミグラスから乗り移る人何人かおるやろ。おると思ったの。意外とデミ隊がずぶとかったよ、うん、おいおいおい、待って、悔しい。
まあ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 、落ち着け落ち着け。じゃあほんまちゃんとした食レポだマジでちゃんとしてな。見てみ、この二人やで最悪だな今回のなにわチューブはこれで終了ということで、待って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 、ここからや、しかも大宮さん用意してくれてるここからや、わかりました、わかりました。それでは持ってきていただきましょうか。お願いします。お待たせいたしました、ハンバーグでございます。いやいや、待って、ちょうどいいサイズに切ってくださっ てありがとうございます。え、待って、付け合わせ何これ、めっちゃうまそう。確かにじゃがいもの、ニンニクと玉ねぎとベーコン。いやー、食べたい。最高と最高と最高を合わせた最高です。もうやったらもっといいコメントできんのに、これもいけた何がおもろいねん、それの。それではいただくから、いただきます。では合わせていただきます。イエーイムカつく、めっちゃムカつく、マジぶっ飛ばそうぜ。お肉柔らかそう。匂いもほんまにめちゃくちゃ肉ジューシー、匂いがすごいあって。肉ジューシーって何やねん。肉ジューシーってめっちゃ香りとか香りって言って。いただきます。いただきます。肉ジューシー。これ好き。うまっ。めちゃくちゃうまっ。え、うん？やばいっすねこれは。でこのソースがめちゃめちゃ上品でめっちゃいいんですよ。めちゃくちゃ美味しいよな。ほんとこう旨味素晴らしい。やっぱりこの赤ワインを使ってることによって、うん、このグレープのあの甘みだったり、そう、あとはこのやっぱバターの風味があるから、そう、すごいこのつなぎが合わせていいよ。これやっぱソースにさっき全部大宮さんから聞いてたやつ全部聞いたやつ言ってる。カタリングにしましょう。うわこれやばい。バターですね、一応引いといてます。バターの香り食べたい。バレてない。強兵、まあ、言うなよ言うなよ。強兵とね、うそそそびっくりするわ。強兵やんか、全部自分の下で揚げたみたいな。え、でもやっぱりこうハンバーグだけじゃない、ソースにも手を込んだ、やっぱ手残った手残ったかける2みたいな、これが素晴らしいですね。一石二鳥みたいな、そういう感じ。俺ら買った方が良かったって絶対、はい、素晴らしいですね。でもほんまに食べたことなかった。いやほんまに新しい、この味は新しい。だから次作るとき俺もジャパネソース作ろうかなと思った。これぐらい美味しい。めっちゃ上品な味。ミッチー見てみ、目のマッサージしだしたから。うわ目のマッサージすな休憩時間やん。2回戦目の品をお願いします。お願いします。お待たせいたしました、こちら、はい、昔風林ライスでございます。林ライス食べたい。美味しそう。林ライスってことは林ライスのとビーフカレーです。でっかお肉。お肉でかい。やでこっち、あ、おっきい。どっちもおっきいわお肉。これはどういったポイントがあるんですか。まあ、あのデミグラスがベースでした。あ、さっきのやっぱね。あ、マジで食べたいやんか。いや小学生食べたいっす。このカレーはポイントはですね、あの英語のロースを使った肉が入ってる。いや、いい肉や。ステーキをこうシャッシャッと焼いて、こうあんまり煮込んでないです肉は。じゃあまず第一印象でカレーは林ライスを決めていきましょう。いきます、せーの、はい、うわー、カレー4の林さん。あ、はい、さっきと一緒か、割合は。僕絶対林ライスいきます。あ、もう断言できる。もう断言できる。はい、僕も絶対林ライスいきます。ほんまか。はい、ほんまか。じゃあ僕も絶対林ライスいきます。じゃあ僕はみんなに合わせます。こういうやつが多いから。一番あかん。絶対やめろ。前回、うん、前回のデミ族を誰か裏切る可能性もあります。なるほどね。っていうの言いたかった。いや、これだけしてデミ族はそんなことしません。あ、そうなの。逆に前回お引っ越してきた方々、誰でしたっけ。はい、ほらもう長尾さんとかも怪しくないですか。確かに絶対ハイシライスするって言ってるから怪しいもんな。そうそうそう。でもみんなカレー好きよな。みんなカレー好き。カレーみんな大好きやから。俺は絶対大ちゃんは絶対カレーないの。せやね、ダイゴめっちゃカレー好きやもんね。ダイゴマジカレー好きやから。うわ、これダイゴカレー行くな。絶対俺マジでカレー食べたい。一人は絶対もうダイゴ行くって。で、ケントもデミグラスやろ。いや、とか言いながら来るのかな。来るかもしれんね。うわ林って言ってて。でもカレー一人は決まってるから。俺も決めた、うん、俺も決めた。ごめんなさい、俺本気で林行くっすよ。絶対これほんまに約束。ちょっとね、心理戦になってるから。これほんまにグループのみんなに約束する。俺もこの目見たら分かると思うけど、俺は絶対あれ行くで。
どれやねん。どれやねん。さすがに。どれやねん。絶対あれ行くから。え、じゃあもう林のやつにしようかな。今少なそうやし。お。な、これも怖いな、もう。どっち？いや、でも大悟くんマジで林のやつ来ると思う。いや、カレーやつ。カレーやねん。絶対カレー。うわー、これ。これわかんねん。長年付き合ってきて絶対カレー食べたい。カレー絶対カレー食べたい。じゃあ行こうかも。指行きますか。行きます。せーの。はい。待って、来た。ちょっと待って、待って。カレーの人、カレーの人。でもジョー君ハヤシライス行くって言ってなかった。おい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 、そうやそうやそうや、そうや、ほんま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 、気分が変わったの。最悪。ケント何やねんその気まぐれ。しかも全員初代デミ族。デミ族。デミ族しか勝たん。ケント裏切られた。ケント裏切られた。俺だから言ったよ、俺これ絶対行くでって。でもデミ族が一番カレー選んでるから。ハヤシライスじゃないから。いや、めっちゃ嬉しい。いただきます。ちょっと中尾さんごめんなさい。いただきます。いただきます。分かち合っていきましょう。いや、もうね、もう香りがスパイシー。あ、やばいね、これ。あ、これはいい。まあ、様々なスパイスの匂いが。うわ、見たあかん、これマジで見たあかん。リュチェとケントはやばいですよね。いただきます。いただきます。いただきます。どう来た。おいしい。最高。最高。うまっ。うまい。ちょっとピリッと、うん、スパイスの辛さがすごくする、ね、確かに、うん、甘口っていうよりかはちょっと辛口な感じで。そうそうそう。うわ、めっちゃうまい。いや、お肉もめっちゃおいしい。お肉いった。お肉いきましたよ。どう、英語。あの、マジで柔らかい。うわ、めっちゃいい香りする。だってさ、こんな贅沢にさ、カレーにこんな太い、うん、さ、太い太い肉、太い、うん、太い、分厚い、分厚い、そうそう、分厚いお肉入ってるってすごいよね。当たり強ない、みんな。もうほんまに食べれへんから。太い太い。見て、一番こっち見。最高でー。個人 YouTuber と YouTuber YouTuber を YouTuber を。でもケントがかわいそうやもん、もう一緒に取られて。ほんまに。おかわりください。無理です。なんで。それでは3品目お願いします。お願いします。お待たせいたしました。こちらステーキ丼でございます。うわー、やばい。どーん、どーん、そしてそしてそして、こちらフォアグラ丼でございます。フォアグラ、うわー、フォアグラ、フォアグラ、どん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 、ステーキ丼。どん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 。ちょっとね、空腹すぎておかしなってる。空腹すぎて、やばい。はい、ということでステーキ丼とフォアグラ丼でございます。食べたい。じゃあこの第一印象パッて見てね、はい、パッて見てこっちがいいなと思う方いきます。せーの。はい。うわ、圧倒的にステーキ。誰？ステーキの人。はい、はい、うわ、圧倒的ステーキ。いや、でもやっぱあれじゃない、みんなステーキ食べた方がいいんじゃない、やっぱ力つけて。いや、でもさ、やっぱりさ、こうフォアグラってさ、めったに食べられへんからさ、やっぱりさ、なんかこうさ、うん、あのさ、食べた方がいいと思うんだよね、うん、ステーキ食べたい人。あ、ステーキ食べたい人おる。そりゃステーキ多いわ。もうだ、俺も決まった。もうみんな好み見たら分かると思うけど、俺はあれ頼むから。分からんねん。だから分からんねん。うわー、ちょっとどうなんだ。だって、買える人もおるわけやんか。まあ俺みたいに買えへん人もおれるけど。え何買えへん前提みたいな。いや、だからこれ絶対ステーキ人気やから。やほんま食べたい人は。そうやねん。結構、まあ、絶対そうやねん。絶対ステーキはバカ人気やと思う。でバカ人気やねんけど、それやったら食べられへんねん。多数派やから。そうやねん。俺マジフォアグラから動かへん。俺はだからさっきから言ってるけど、絶対どん行く。それでは皆さん、うわぁ、食べたい方指差し行きましょう。行きますよ。参りますよ。せーの。あっ、ほっほっ、待って待って、フォアグラの人。はい、やったー。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 おめでとう。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 これは絶対最初からフォアグラやったけど、もう逆にこっち最初選んだ。なるほど。なんでジョークも裏切んねん。くそー。
ただきまーす。いただきまーす。いいなぁ。ちょっと何したの？最高、もう最高、うまもうね、ね、言葉にするのが難しい、もうすごい貝をギューンって入ってくる。まあまあ下手くそっすよ。ほんまに、ほんまに、いやいやいや、ほんまに、いやいやいや、ほんまに言葉にできひんねんて。嘘やろ。フォアグラって結構何回かあるの。あ、もうめっちゃソースもいい香りするもん。わ、じゃあいただきます。やらかめっちゃ柔らかいですよ。これください。じゃあいただきます。うんま、濃厚でプリンプリン。僕フォアグラ初めて食べたんですけど、こんな濃厚なんですね。舌の上でとろけていきますね。ソースもちょっとコクがあって、そうそうそう、めっちゃ美味しいですね。いただきます。うん、めっちゃうまい。めっちゃ濃厚。なんかフォアグラってフォアグラでご飯食べるっていうイメージなかったけど、うん、めっちゃ合うねこれ。合う。フォアグラ丼流行りそう。あかり。あかん。あかん。え？あかん。フォアグラはあかん。なんなんそのよ。なんかデミグラスを使ってご飯に合うような感じで。うん。そう、確かに。だからほんまにあのトリュフとフォアグラってめちゃめちゃこう味が強いイメージがあるんですけど、え、すいません、ちょっといいっすか、はい、僕の前からどんどんなくなってえ、しれーっとこっちにやってた。だってもうおしゃれやん。だってお皿2枚重なってんねん。確かに絶対おしゃれ。関係あるそれ。おしゃれやん、見たことないもん。いや、美味しかったですね。最高でした。最高でした。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしく。グッドボタンもよろしく。